皆さんごきげんよう、大和優雅です。今日はですね、東京宝塚劇場宙組公演ネバーセイグッバイ、ある愛の奇跡を感激してまいりましたので、その感想などを皆さんと共有したいなと思います。はい、こちらです。じゃん、ネバーセイグッバイ、もうこれは思い入れの本当に深い作品です。こちら宙組トップスター真風鈴穂さんが主演で、今回演じられていたんですけれども、私が、以前初演ですね、初演のネバーセイグッバイに2番手のビセント役で出演しておりました。公演ちょっとね、この初演の時のお話をちょっとさせていただきたいなと思うんですけれども、初演の歌本当作り上げていったっていう感じですね。小池先生筆頭に、ワイルドホーンさんもそうですけれども、その音楽の助手に入ってた太田先生とかも、もうみんなでこう一致団結して作っていた、そんなイメージでした。で、今回特にあのワンハート、心は一つっていう風にね、あの本当にこうとてもいい曲があるんですけれども、その曲の通り宙組一丸となってやってたな。なんか一公演一公演とにかく無事に心を込めてお届けする、それだけを考えて東京の千秋楽まで過ごした、そんな、記憶があります。はい、ということで、まあ、ちょっと戻しましょう。なので当時はあの和尾さん、それから花房さんのトップコンビが辞められるということで、そこに思いを込めて作ってたんですけれども、今回の、はい、ネバーセイグッバイは、真風さん筆頭に、なんか私はね、また別のネバーセイグッバイを見た、そんな感じがしました。なぜかというと、私たちの時は遥か昔のスペインの内戦物語をミュージカルにした、そんな感じだったんですけれども、今、ロシア、ウクライナでのこの戦争がありますよね。なので一言ではないんですよね。本当にすぐ隣で行われていることとして見ることができました。セリフの一つ一つ、歌の歌詞の一つ一つ、なんかこう私の胸にこうズキュズキュと突き刺さってくる。で、特にあのお前ら外国人にはエソラごとっていうような、そんなようなセリフがあったんですけれどもね、なんかまさしくそんな風に言われてる気がして、あって思うことが、今日はすごくありました。なんか本当にすぐ近くの、本当ニュースでの出来事がそのまんま舞台になった、そんな感じがして、あ、なんかすごく何とも言えない、あの、重さというか、そういうものが感じられましたね。はい、でもなんかすごい作品だなって、なんかこう訴えかけるものが本当に強かったですし、今私たちができることって何なんだろうなってすごく考えさせられる、そういう作品でした。さあ、この真風さん、トップの真風さんですけれどもね、本当にトップとして充実されている時だと思うんですけれどもね、今回やっぱり特に宝塚であんまりない大人の恋というんですか、あの男の心情が歌われてるんですよね。どちらかというと宝塚ってやっぱり女性客が多いので、女性目線でこう恋愛が描かれると思うんですけれども、このネバーセイグッバイはすごく、なんだろう、大人の男の、女に、女性にこうあってほしいみたいなところとか、嫉妬心とか、そういうのをなんかこう素直に吐き出してるんですよね。そこがすごく真風さんが演じられると、あの熟成された男役としてね、なんかこう伝わってくるものがあって、なんかすごく新鮮でした、そういうアプローチが、なんかこう恋愛のところがね、わあいい男だなって思いましたね。はい、さあ、そしてそう、これ今パンフレットを覗いてるとね、なんか本当にあのみんな宙組生が本当一丸となってやってるんですけれども、私が演じましたビセント・ロメロ役にはセリカ・トアさんが演じてらっしゃいましたね。この間プロミセス・プロミスもね、あの拝見して、本当に
あの時はこう優しい男っていう感じだったんですけれども、今回のビセントは、ふるさとのために戦う、そのために闘牛を捨てる、どうするっていう、こうなんかこう内面っていうのをすごく重視した感じで、男らしかったですね。で、思い出しましたよ、マントいっぱい振り回してたなとかね、で、このビセントのアリアなんかもすっごくビートが効いてて、このワイルドホーンさんの曲っていうのが本当になんか心揺さぶられるんですよね。で、私もこのソロの曲本当に大好きで、魂を込めて吠えてたって感じ、なんか内なる思いをこうセリフ歌に込めて吐き出してたっていう、私はそんな感じだったんですけれどもね、このセリカさんはこう思いを秘めた感じで歌われてて、とても印象的でした。はい、思いました。そして今回も空組が一丸となってこのミュージカル取り組んでいるのが本当に伝わってきて、もうなんかちょっとうるうるしちゃうぐらい感動する場面が本当にたくさんありましたね。でもこの何年経ったんだ、何年ぶりの再演なんだろう、この再演が再び空組でできたっていうのは本当になんか嬉しいですね。空組ってやっぱりなんか一つになる力があるし、すごくダイナミックなパワーがあると思うんですけれども、それが本当に今回も見ることができて本当に嬉しかったです。ちょうど空組20周年の時に、空組の OG 集まったりしたんですよね。私も大劇場行きましたけれども、その時ちょうどマカジさんがトップお披露目って言ってたんですよね。その時すごくこう初々しかったマカジさんが本当に充実の時になってて、本当に素敵だなと思いました。そして最後そして今回フィナーレ、このフィナーレがねすごかった。私がもうわーって拍手をもう思わず送っちゃったのが、マカゼさんが銀鏡に出てきて、スペインのこのマタドールのこうマントを振り回すとこがあったんですよね。あれは圧巻、すごっと思いましたね。いや、私もこの時前回のネバーセーの時にマタドール役でマント振り回してましたけれども、あれ結構体力使うし、すごい肩の力というかいるんですよ。それをねあれだけ踊った後に近況に出てきてマント振り回している彼女の体力ってすごいと思いまして、本当にわーブラボーっていう感じでした。はい、ということで、いやもう久々にネバーセーグッバイもう満喫しました。でもなんかこの、空組のみんなが今も熱く一丸となっている姿は本当に嬉しかったです。はい、ということで千秋楽までマカジさん筆頭に、頑張ってって言いたくないので、皆さんに夢を希望をお届けしてください。とっても楽しかったです。ではまた、大和優雅でした。あ、いいなと思ったらいいねボタン、そして登録よろしくお願いします。